スーインドンプレスイングスの工場プレストスチールカンパニーは英国の自動車ボディの製造会社である。1926年にウィリアム・モリス、バットと米国の銀行のジョイントベンチャーとしてオックスフォード銀行のカウリーで設立された。現在 PSC のスーインドン工場は BMW の子会社スーインドンプレスイングス社が運営している。ウィリアム・モリスは 米国のバッドが開発していたプレス公判性自動車ボディの可能性を見抜き、モーリスにボディを供給するために、同社の近くに工場を建て新しいベンチャー事業を始めた。1935年バッドがこの事業から手を引いたことから、会社は完全に独立して MMC の競合他社向けにも自動車ボディを製造するようになり、1950年代終わりには、 ロールスロイス、ルーツ、スタンダードイコールトライアンフを含むほとんどの英国の主要な自動車製造会社向けに自動車ボディを製造していた。1956年に生産能力を引き上げるためにスーインドンに新しい工場を開設し、1961年にはルーツの新しいリヌッド工場の傍らに 同工場で生産される新型ヒルマンインプのボディを供給するために、スコットランド工場をリングッドに開設した。ボルボ向けのボディパネルやローバーと、イギリスフォード向けには自動車ボディ一式も製造していた。PSC は、モーリス、ヒルマン、ローバー、ロールスロイスやボックスホール、アルファロメオ等といった世界の企業向けの主要なプレス機器の製造業者であった。 プレストコールドの名称で PSC は家庭用産業用冷蔵室、船舶用の高品質な冷蔵庫を製造していた。トメスティックフリジレーターファクトリーは長年カウリ工場の中にあったがロールス洗濯機の業績不振に端を発した政府主導の産業再編成により数字へ移転したことでプレストコールドの英国内の白物家電事業は 終了した。産業部門は、レディング近郊のテーエル工場の外で長年にわたり、創業を続けることになっていた。PSC は1960年から短期間、小会社のビーグルエアクラフトを通じて、小型航空機製造事業も行っていた。1960年代初めに、カウリー工場内に設けられ後にゲイドンの開発施設に移転した PSC の、 研究開発機能は、電気塗装、完全鋳型鋳造、ロボット溶接、組み立て、ロボット接着、シールとロボット塗装を含む多くの産業界で初となるものの開発といった新しい手法を取り入れた、産業の最先端の地であった。1967年のスウィンドンプレス工場1965年に、ブリティッシュモーターコーポレーションに買収され、 約12年前に BMC に買収され同社のボディ製造司会社となっていたフィッシャードルドローと合併することでプレストスチールフィッシャーとなった。あとの1966年12月に PSF はジャガーと共に BMC の参加に入りブリティッシュモーターホールディングスを構成した。1968年に BMH はレイランドと合併して ブリティッシュレイランドとなった。この時点で PSF は独立企業として世界最大の自動車ボディと自動車ボディ製造設備の製造業者となり、それらを英国の自動車産業のみならずボルボ、アルファロメオ、ヒンドースタンモーターズにも供給した。BLMC 参加でプレストスチールフィッシャーの事業はプレストスチールフィッシャー部門となった。 1994年に BMW がローバーグループを買収すると BMW が元 PSC のスウィンドンプレス工場の所有者となった2000年に BMW はローバーグループの資産の多くを売却したがスウィンドンプレス工場は手元に残し同じ年に同地でスウィンドンプレスイングス社として子会社化した現在 SPL は PSC の工場があったカウリーで BMW 市会社のミニが製造する車のほとんどのボディパネルとボディの二次組み立てを行っている。1947年にスコットランドのリンウッドにあった鉄道車両を製造していた既存のエンジニアリング会社を買収した。1950年代遅くから1960年代初めにかけてが生産のピークであった。 製造した鉄道車両は標準客車、イギリス国鉄の117型機動車、303型電車、ブルートレインといった標準的な車両と食堂車のような特殊車両であった。1960年代初めにディーゼル式機動車と近代的な客車への転換が完了するとその後の PSC の受注はわずかであった。 1960年に航空機製造のためショアハム、バイシートリアーズビー飛行場に工場を持つビーグルエアクラフトを設立し、オースターエアクラフトとマイルズエアクラフトを買収して、吸収合併した。起業家、ジョン・ブルームのロールスレーザーへの納入業者であったが、1964年7月に、同社が生産に入ると120万イギリスポンドの負債を負った。ありがとうございます。